本日懸案でございました社会保障と税の一体改革の素案を政府与党として取りまとめていただきました。これまで総理が多くの場で重要性を訴えてきた一体改革、1月6日に開かれた政府与党社会保障改革本部でいよいよ素案が決定されました。私は政権党というのは苦しいことから逃れずに国民のために決断をする、それが政権党のあるべき姿だと思いますと前日も強調していた野田総理。この番組でもお伝えしてきた通り、社会保障費が毎年1兆円規模で増加するなど改革は待ったなしです。今回まとめられた素案では、税制抜本改革の柱となる消費税の増税について、ご覧のように段階的に引き上げることを提案しています。目指すは支え合う社会の回復、消費税収の使い道を現役世代の医療や子育てにも拡大、子どもからお年寄りまで一貫した支援を行う全世代対応型の社会保障制度を目指します。素案であります。素案で終わってはこれは意味がありません。国民世論を考えますと、まず会議より始めよう、身を削れという定数削減の問題と、それから公務員人件費の削減も含めて、独法改革や特会改革含めた行政改革とも一体となった考え方を持っている方がたくさんいらっしゃいます。私はその国民世論を浮き止めなければいけないと思います。素案の中でも総理が述べた政治行政改革について触れ、消費税引き上げは自ら身を切る改革を行った上で実施すべきであると明記されました。社会保障と税の一体改革ではなくて、政治改革や行政改革や経済再生とも一体となって取り組んでいく大きな改革であるということを、皆さんとお互いに確認をし合いながら、これからがまさに正念場でございますけれども、共に力を合わせて実現をしていきたいと思います。